Hello, 皆様こんにちは KT です。过去一周大家过得还好吗？台湾的天气非常的炎热，大家要注意不要中暑啊。像天气那么热呢，在家里吹个冷气，然后呢喝个冰饮，然后看个 YouTube， 然后还有一些注意一些新闻时事呢，这是我目前的最大的乐趣。台湾のまあまあ有名の飲み屋ココのタピオカです。不知道大家一般喝真奶都是喝怎么样的？像我的话都是喝多冰为糖的，因为天气热嘛，这个冰块容易融化嘛。这支影片的主要是想跟大家分享这周呢刚在北海道发生的事情。不知道对北海道有兴趣的大家有没有注意到这次的事件？那就是北海道的棕熊溜出来攻击人啦，而且看新闻是说还是在札幌的住宅区附近，超级恐怖，有四个人被攻击，一个人重伤，然后警察呢出动了警车呢跟大批的警力巡逻要围捕这只简直就像通缉犯一样的棕熊，而且警察甚至还大声广播叫大家暂时不要出来。而这起熊出没的事件呢还引发了札幌11所中小学校的暂时呢放学休校，然后一部分地铁的出入口也关闭，位于札幌市东区的这个秋珠机场甚至因此停航11个航班。哇塞，就因为这一只 bear 棕熊，虽然我是不太懂棕熊出没跟飞机要飞有什么关系啦，但是我想应该呢他们呢是为了要防止就是这个人流的这个移动。而且呢看新闻呢这只熊呢不仅出没在住宅区的人行道上，而且它还跑到学校的操场上甚至购物商场门口，真的是很会跑的一只熊耶。而且新闻说这只熊呢大概身长约 1.5 公尺，然后约5-6岁左右。而关于这次的札幌呢熊的这个袭击人的事件呢，我们特别远端连线呢访问在我们北海道的派驻记者。大家好，阿美です。嗨，まあ前は秋で読んでたけど、でも今もう名前変わりましたね。そうね。阿美ね。阿美でございます。そうです。はい。阿美の出身は札幌でしょ？そうです。で、熊見たことあります？札幌の街ではね、正直ないね、今までね。札幌の南区には、まあよくクマが出ましたよっていうニュースはね、今まであったんだけど、今回は東区でクマが出たんだよね。これはね、珍しいと思いますね。クマはなんで人を襲うの？通常はクマは非常に臆病な動物なのね。人が怖い。ただ、今回はね、まあ他の YouTube でも問題にしてる人がいたんだけど、クマがパニックになった可能性が高いね。そう。例えば、テレビのクルーがね、テレビの、まあ、記者で、テレビのクルーが車でクマを追いかけたりとか、そういう場面があったみたい。そうです。だから、それでクマは追いかけられるのが嫌で逃げた。でも、その画面を見たの感じはなんかその確かに記者も新聞台の人が いましたみたいな。でもそのクマが走った途中で突然人を見つけて人を会って、そして人をなんか背中にこうやってなんか手でこうやって噛まれましたみたいな。ひっかいたのね。ひっかいたの。クマはね非常に鼻もいいし目はあんまり良くないらしいんだけど、クマは匂いがすごい敏感なのね。でも街の中に入るといろんな匂いがあるわけでしょ。これはアミンの考え方としては、クマは餌が足りなくて餌を探してるうちに街の中に迷い込んでしまった。だけど人間が大騒ぎになったじゃん。クマはパニックになった。で、まあ人がそばにいて、クマは怖い動物ね。人が怖いから、だから人を襲った。ただ一回でも人を襲ってしまったクマはまたいなくなったとしても次来た時にまた人を襲う可能性が高いんだって。だからハンターがクマを殺した。一度でもそういうことをしたクマを遠くに離しても人間をまた襲う可能性が高いクマは。
それにもし例えば北海道の自然の中でクマを見つけたらやっぱり逃げるべきよね。例えばそれがベビーベアね、子グマがいて可愛いな子グマっていうと、その子グマのすぐ近くにはお母さんグマがいるから、親、大人のクマが。だからクマがいた時にはやっぱり危険動物だからさ、クマは。で、餌をあげたりむやみに近づかない方がいい。山の方からそっちはもともとクマが生活してるの場所はそっちは食べ物とかそれはないの、ありません。いや、あったのが、今まではあったのが減ってきてるらしいんだよね。だからそう、だから山の食べ物が減ってきてるから、クマが食べ物がなくて人がいるエリアまで降りてきているっていうのが、まあ最近のニュースだよね。ただクマがね、突如そういうふうに人口180万人の町だよ札幌は、そこにクマが現れるっていうのは、まあパニックになるのはわかるけど、まあクマに対してもちょっとかわいそうだなっていうのは少しはあるよね。だって自然の生き物だから。ただ一度でも人を襲ったクマはやっぱり人間の手でハンターが出動してそのクマを殺すしか方法がないのね。それでさ、ちょっと質問があります。前はアキが教えてくれましたよね、なんか、北海道は以前はなんかもっと怖い事件はあったんです。なんかクマが人は食べたそうですか。それはね、もうだいぶ昔の話だよね。ウィキペディアでね、詳しく調べてほしいんですけど、その三毛別熊事件っていうのがあってね、三毛別熊事件、それはね、北海道の、まあ、北の方に留萌市って町があってね、留萌市っていう町からまあ大体距離で100キロはないんだけど、そこに苫前郡苫前町っていう場所があるんです。で、そこの、まあ、そこは海の近くの町なんだけれども、そこから山の方に入っていったところの、まあ、集落で起こった事件だね。で、その時は、まあ、ものすごい大きいクマが、その集落にいる女の人とか子供とかね、を、まあ、食べた。それも、一回食べに来たんじゃなくて、食べてクマがいなくなってまた次の日にクマが現れてってことが繰り返されて、何人もの人が犠牲になったのね。で、最終的に札幌から兵隊が行った、トンデン兵っていうミリタリー、当時のね、札幌からトンデン兵だったり、その有名なクマを仕留める漁師、まあ、今でいうハンターだよね。そういう人たちが、その人たちとか犠牲になった人たちの仇を討つために集まってきたの、その村で。最終的にはそのクマは射殺、銃でね、射殺されたんだけど、ただその人たちが来るまでの間っていうのはすごい時間がかかったから、たくさんの人がクマに食べられた。マジでたくさんの人クマが食べられました。そうだから、まあちょっと内容はね、結構恐ろしい話だからあえてここで言わないけど、まあ気になる人がいたらね、そういう北海道の歴史だから、ウィキペディアで見てみたら分かる。まあそれはね、まあその他にももう一つ昔の札幌で、まあ、熊に人が襲われて食べられたっていう事件はあって、札幌でもね。それも大昔ね。まあ、基本的にね、熊は人を食べ物だって思って最初は襲わないって言われてる。最初はそうなんだけど、何かのきっかけで人は食べ物だっていうことを熊が理解してしまうと、何度も人を襲うよね。そういうこと。熊にとって人間は怖いんだよ。だけど、熊もね、
自分の子供を守るためだったり、お腹が空いてて凶暴ね、獰猛になってる時だってあるわけよ。まあ、クマがイライラしてるってことね。北海道は結構クマが、野生のクマはいます？ああ、見るよ。山に、山の中にもね。でも、アーキは見たことないです。俺はないね。鹿はあるけど、鹿と狐はね、いっぱい会うけど。じゃあ今回のアミのこのテーマ、今回のテーマについての私のインタビューを受けるのはお疲れ様でした。何も疲れてません。实际去查了一下阿明所说的这个三毛别皮事件，这个日文好难念哦。三 K 被指 Higuma 事件，也就是发生在1915年惊动全日本的这个三毛别棕熊袭击事件。三毛别呢是现今位于北海道留盟靠海的三前町的这个旧称。那关于三毛别三 K 被指这个名称也是非常的特别，它是一个爱奴语，然后是往下游流的河川的意思。那据说呢是日本史上最惨的熊攻击吃人事件，而整起事件也造成开拓村民七个人死亡，其中几名老弱妇孺呢被啃食致死，三个人重伤。而且据说这头熊呢是特别对于女人有异常执着的一只变态熊，它甚至有一个昵称呢叫做架杀熊。架杀熊呢是一个剑道术语，指的是从肩膀呢这样子切下来留下的一道伤口。然后呢据说呢那一只棕熊呢因为它的肩膀跟胸前呢刚好有一撮这样子金毛，所以就被大家昵称叫做架杀熊。而最后呢村民呢在被枪猎杀的那个熊的这个腹中呢，不仅也发现了一些小孩啊妇女的躯骸，而且更发现之前失踪妇女的身上的一些事物。这只大棕熊呢据说呢它是因为找不到冬眠的洞穴，所以它非常的饥饿，而且导致它的性情异常的狂暴。一开始呢他只是觊觎这个村庄的农作物，也就是玉米，他想偷那个玉米，但是他遭驱赶后使得这个棕熊更加的狂暴，也许是因为他袭击了人类，然后刚好闻到人的那个血腥味，而且因为他也偷不到食物，所以他饿到发慌了才会出此下策。这整起事件呢也造成了日本呢就是损失人类呢或许过度开发了山野，导致野生动物的生存环境遭到侵犯。如果不是找不到食物跟冬眠的洞穴，熊又怎么会入侵人的村落跟攻击人呢？而当时事件呢发生的这个地点三毛别开拓村呢，实际上呢它也是棕熊的栖息地。而事发地点现今不仅被保存了供人参观，而且当地还有设有一个慰灵碑，以悼念当时事件牺牲的七条人命。重点是呢这个事发地点还有一个牌子写着，附近有人目击棕熊，请来参观这个地点的人要非常的小心注意。我想问有人敢去吗？如果我的话我是不敢去了，我觉得要发展观光也不是这样子的吧。而且棕熊呢都遇到了是要怎么注意？不过三前町呢如果大家未来呢去北海道玩的话，可以去他的这个乡土资料馆参观看看，像我都没有去过了。据说他那个资料馆里面呢也有一些这起事件的还原场景，那这件事呢也被日本改编成日剧电影小说，那有兴趣的人可以去 Google 看看。喝个塔比奥卡。那所以说呢问题来了，如果是真的遇到了棕熊呢该怎么办呢？我查到的是这个是知床呢财团官网的资料，上面是说呢如果说你距离棕熊还很远，如果100公尺，你尽量不要引起棕熊的注意，安静的缓缓的离开。那如果说呢熊呢不幸呢就是他注意到你了，然后你可以在远方呢然后爬上一块石头或一块倒下的树，然后也或是摇晃你的手背，然后轻轻的说话。不过我觉得还蛮搞笑的，一开始说又不要引起熊的注意，那后来又说呢引起注意了就要发出点反应。不过他们的意思是说，因为熊如果觉得你是人类的话，他们可能就不会过来了。我觉得他应该是要说你就是当下如果发现有熊不要惊慌，或是你惊吓可能会吓到熊，然后激起熊的兽性。而且万一如果不幸熊真的跑过来的话，可以躲到屋内呢，或是有车的话就躲进车里，不能的话就想办法爬到树上避难。然后真的跟熊很接近的话也不要急着逃跑，他们是说看你是要站在倒木或是石头上，然后尽量显得自己很大，然后大声的威吓的吓熊，然后可以拿一些树枝呢或是棒子驱赶熊，
然后如果你手中呢有这个熊击退的这个喷雾呢，你也可以用这个喷雾去驱赶熊。不过这个情况应该是说，如果说你真的不幸的跟熊需要对峙的话，而且我在Amazon上面查了查，还真的有这个喷雾，而且已经卖光了。不过我真的觉得超搞笑的，一般人应该遇到熊，如果是我的话，应该直接的反射反应就是拔腿就跑了吧，怎么可能还停下来跟熊对峙，当我是功夫熊猫吗？不过他们可能是说，因为熊毕竟是一个猎捕型动物，你如果逃跑会导致让它更想追，而且可能你也跑不过熊。好啦，以上就是这次的时事专题分享，预祝各位呢未来如果来北海道旅游的话，希望大家都可以不要碰到熊。据说呢，当时呢发现棕熊的人就发出了惊呼，就说クマがいる。熊的日文呢就是クマがいる，就是有熊啊。你去日本如果遇到熊的话，记得你要大声的喊クマがいる。然后你如果要喊救命的话，你还可以喊タスケテ。我觉得这句日文大家可以学起来，以备不时之需啊。クマがいる、タスケテ。那喜欢我的频道的话，也记得订阅、关注、分享哦。那我们下个影片见。タピオカ美味しいです。